完全に脱力しきってる状態なんで、でそれに裏声と地声の切り替えの練習を足してっていう練習が僕はあったんで、とにかく息の量を減らして、はー出てるな。この番組は今日のスポンサーの提供だ。お送りします。シュッ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 シュ。飲み終わりました、レモンド。はい。飲み終わったんだよな。ありがとうございます。今日もナザレの皆さんと共にお送りしていきたいと思います。ありがとうございます。はい、今日もお願いしますと。ミオさんといえばですね。はい。ハイトーン。はい、ハイトーン。これも引き出しの中の一つとして。そうですね。もう存在感をあらわにしておりますが。だって高いじゃないですか、ナザレ。まあ、比較的高いのかな。言い方ね。比較的に。比較的高いかもしれない。比較的に高いかもしれない。確かに、間違いない。だって、曲中で使うマックス、どんぐらいですか？あれまーぜーへーうわせーA5 ぐらい。はいはい、A。こんぐらいですね。これを、ここまで使う？もうこんぐらい使ってます。こんぐらいを、今のミックスですからね。ミックス、もうほぼヘッドに近い発声ですよね。まあまあまあ。うん、にしても、地声がちゃんといますよね。地声よりな発声にはしてます。ですよね。うん、っていうところで、はい、ハイパーハイトーンボーカリストなんですよ、この人も。ハイトーンボーカリストの一人なんですよ、この人もね。はい、っていうところで、今日はですね、はい、そんなミオさんに、ハイトーンのポイント、はい、今日は解説していただきたいなと思っております。はい、やったー、はい、ありがとうございます。冒頭の、聞いていただきました。はい。もうあれでも説得力抜群でございますんで、ポイント いろいろね、あるかと思いますので、はい。ぜひこの動画最後までご覧ください。ということで、はい、このチャンネルではボイトレ関係の話とか、はい、日々発信しております。まだチャンネル登録を済みでない方は、この機会によろしくお願いします。はい、さあ、じゃあということで、はい。もう冒頭とりあえず素晴らしいハイトーンを披露していただいたんですけれども、はい。もうそう、まあ、やっぱさっきのミックスボイスと呼ばれるような。そうですね。ミックスボイス。ですよね。はい。のくくりだと思っていて、あれって、最初からできたんですか？全くできなかったです。らしいっすよね。それこそ、ナザレ指導した時も、できなかったです。衝撃すぎるんだよな、それ。あの、幸福論って曲で僕たち、はい、最初の出てきてて、MV がね。あの時の、最後のサビ終わりの、あの階段で上がってて。めっちゃ高い。あれは出なかったんですよね。そうなんだ。一斉が、マジックをね。マジックで。それこそ、シャウトもやっぱできなかったんで。ホイッスルもあれは一斉マジックで。一斉マジックで上げてるっていう。すげえやん。そうなんですよ。今はもうできるんですか？今はね、できるらしい。なんかね、間に合わせたんですって。あ、そうですね。1月12日、2019年1月12日僕たち指導してるんですけど。はいはいはい。その時に、できるようにしました。それまではできなかったです。すげえわ。先に言っとくみたいな。そうですね。先に言っといて。やるしかねえ。っていうので、もともとはできなかったのに、できなかったです。あそこまでのハイトーン、しかも、ライブとかでも、このままやるんですよ。しかもね、この人2日前にライブしてって、そうし。喉のコンディションは、普段より絶対良くないのに、さっきの出るっていうところで、そう、どうやってその発声を身につけていったのかっていうところで、ちょっと伺いたいなと思っていまして、なんか聞くところによると、まあちょっと三つポイントがあるというところで。そうですね。伺ってるんで。まあ僕、すごく大事にしてるのは、はい。もう限りなく、裏声をずっと出すんですよね。おー、なるほど。とりあえずじゃあ1個目。1個目。はい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 。要するに、その裏声、だから例えばですけど、下も極力裏声の発声で歌ってて。めっちゃポイントですね、それ。なんか、はーもう、はーはで、この裏声から地声に戻す練習をずっとしたんですよ。おー。まあ、高いとこって、はぁーはぁーはい。行きやすいじゃないですか。はい。はぁーってミックスに変えやすいんですよ。変えやすいですね。下って、はぁーってこれ結構難しいと思うんですよ。はい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 、はい。これを、最初って、はぁーはぁーみたいな、ペロってなりますよね。の、なんないように、はぁーってこの、裏声、ミドル、裏声、ミドルみたいな。これをこう、行き来してたんですね。あ、そうです。その裏声、ミドル、裏声、ミドルをずっと繰り返して、はい。まあやっぱ、ミックスって、裏返っちゃうじゃないですか。はい。高い声で裏返っちゃう。完成点ですね。そこをなくす練習をしました。すげえ。そう。なんか、
意外と王道でしたね、そこは。そうですね、これは。でも気づくまでに結構。おう、はい。時間がかかってて。はい。これ大事だなってどっかで気づいたんですね。そうなんです。僕はそれこそその幸福論の時の。はい。遥か彼方、消えるわ、の、消えが出なかったんですよ。ええぐらいですね。遥か彼方、消えみたいになったんですよ。あ、へぇー。消えるわ。今は全然余裕で出るんですけど、これ最初ずっと出なかったんです。結局その高いところ、もう裏声感覚で結構いってるような感じなんですか？今はそうですね。へぇー。そのなんで裏声になったかって聞いたのが、うん、僕、その、とにかくすごい声が裏返るのが癖だったんですよ。はい。なんか多分結構悩んでる人いると思うんですよね。まあ最後に出すと裏返っちゃうみたいな。うんうんうん、で気づいたのが、裏返った時って、うん、高い音出るじゃないですか。はい。あーって。はい。でもそれって脱力して高い声が出てるんですよ。はいはい、そうですね。これってこの出し方を強く出したらミックスボイスになるんじゃないかって思って。なるほど。あーはーみたいな。はい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 。この一回裏返らせないと出なかったんですよ。なるほど。一回ワンクッション挟んで。そうです。結構その裏返ることが多い人は多分そこを維持して大きい声出すとミックスボイスできると思うんで。おっ！ポイントですね。ポイントです。僕これで覚えました。まあ、支えがない状態になっちゃいますからね、ファルセットっていうのはね。そう。まして裏返っちゃってるから完全に脱力しきってる状態なんで。うんうんうん、でそれに、さっきのその裏声と地声の切り替えの練習を足して。すげえっていう練習が僕はあったんで。お前、ボイストレーナーみたいです、ね。マジ。やりますうちで。ちょ、やりたいっす。これはなんか、あれですね、王道かつ大事そうな。そうです。もうこれができてなかったら、多分僕は未だにハイトーンはできなかった。すごいです。あ、じゃあこれポイント1個目に上げてもらって。裏声と地声の行き来をあんまり高くないところでやるっていうポイントですね。そうですね。ポイントです。ありがとうございます、はい。これ1個目。これ1個目です。2個目、どの子ですか？で、2個目が、うん、その、息の量を減らします。おー、なるほど。あ、先生、質問なんですけど。はい。裏声って息の量結構多くなっちゃいません？を、まずヘッドボイスっぽくするんですよ。お！はぁ、あ、ぁ、はぁ、あ、ぁ、はあ、減った。はぁ、あ、ファルセットじゃん。ファルセットっす。はぁ、あ、ぁ、はあ、ぁ、はあ、ヘッドボイス。ヘッドっすね。うん。に変えるんですよね。はいはいはい。なんか、高い声って、まあ、なんか、はぁーこれ息の量出てないんですよ。はい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 。はぁーこれ息の量多いんですよ。そうですね。これを僕はその、とにかく息の量を減らして、はぁーで、出てるなぁ。そう、これが多分、もうこれこそ本当に倍音めっちゃ出してるよね。もう、ビャキビャキになってる。ビャキビャキになってる。だいぶ自分でもうるせえなと思ってた。うん。いや、なんか、ここがうるさそう。あ、めっちゃうるさいっす。やっぱそうっすよね。ここがね、うるさそうな鳴り方してるよ、これ。すごいよ、これ。だから、とにかく息の量は出さない。なんか、喋ってる時とかもそうなんですけど、うん、まあなんか、こうやって喋ってると息の量めっちゃ使うじゃないですか。わかる。でも、こうやって喋ってるんですよ。多分、これってミックスボイスの発生なんですよ。マジでそうで、僕もミックスボイスできるようになってから、声がここに、こっちに出なくなって、喋るときはやっぱ引っ込みますよね。引っ込む。そうなんですよ。これあるあるですよ、ね。これあるあるです。まあ大きい声出すときにやっぱその鼻にめっちゃかけるから、うん、その声量が大きくなるだけであって。そう。鳴りが増えて、結果でかくなるだけで。だからミックスボイスの梱包って多分、あんまり大きい声出さないとこういう、なんか。そう。もうこういうイメージ。ちょっと苦しそうにモゴモゴしてるだけ。そうそうそう。だから、これでやるとダメなんですよね。うん。まあ、なんか普段のこのポジション。そうなんですよ、ね。こうしてる。あ、なんかわかんねえだろうな。わかんねえだろうな。ちょっとよく聞くとわかると思うんですけどね。うん、この感じ。僕らが普段喋ってる時の感じが結構普通にいいと思います。ミックスボイスがこれです。そうそうそう。いや、そう、これがミックスボイスなんです。これがミックスボイスです。そう、これがミックスボイス。これ真理ですよね。なんかこの声で喋ってると、うん、ああそれも上に上げられるんですよね。そう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 。このまま喋れるからはぁはぁそれはすごいですけどね。やっぱ練習でミックスボイスで喋るとかやってましたもん。それはやりますよね。やります。うん、めっちゃわかります。だから、低い声も大事ですよね。さっきも裏声の感じっていうのもありましたけど、ね。低い声は大事です。低い声もミックスじゃないといけないっていうところがあります、ね。だからって低い声出せるようになればいいっていう問題ではない。全然違います、ね。結構ボイストレーナーの方によって、その低音を鍛えなさいみたいな。うん、じゃないですよ、うんうんうん。低音でミックスボイスを出せる練習をすればいい。マジそう。マジそう。嘘つきやがったら、一回 YouTube 見て、こいつ嘘つきやがった。Twitter に貼ってやった。いや、なるほど、うん。息の量をじゃああんまり出さないように。そうですね。まあ、しまい込んで。そう。なんか、ね、やっぱ、吐息が多い人は比較的ミックスボイスが下手な人が多い。うん。こうなっちゃってるでしょうね。あ、吐息中みたいな。和骨みたいな。
これ初見さんみたいな。こういう初見さん、あ、あ、ありがとう。あ、お茶ありがとうございます。古き良き二コマ丸しダメですよ。ダメですよ。ミックスブスできなくなりますよ。できなくなっちゃう。そう。こっち、こっちならいいんだよ。この、こっちならいいんだよ。こっちならいいんだけど、あの、こっちはダメ。そう、違う。違う、わかりますか？これが大事なんですよね。こうじゃなくて、うん、こう。そう！あ、わかるかな？ああ、うん、そうね。そうね。これじゃない。そうね。こっち。そうね。そうね。ハート作ってる。空間が、確かに。空間が作ってる。そう。そう、空間が大事なミックスボイスラブ。ミックスボイスラブ。ラブ。空間がね。空間が大事です。使えてないのでね。はい。使えるとこっちで収まるから。そうですね。うん。これポイントですね。ポイントです。息を頑張って皆さん抑えましょう。それが多分大事です。めっちゃ大事です。はい。三つ目、どんなことですか？三つ目は、声の色を作るために、肩とか手にすごいわずと力を入れます。お、なるほど。これ、ミオさんテクニックですね、これ。これもう僕の真似をしたい人は、うん、やったら、それっぽくなる。なんか、1番、2番のポイントは、結構、いい意味で、ボイトレ王道な気がするんですよ、ね。まあ、そうですね。比較的。すげえ大事なことな気がする。そうですね。で、僕も大事だと思うんですけど、はい、ここの3つ目のポイントは、ミオさんのそのライブ特有のとか、歌い方特有のところですよね。そうですね。結構。これどういうことなんですか？なんかその歌詞によって、うん、なんか、うん綺麗に歌いたいとこって、はい、はぁーこれあんま肩近いてないですよ。はい。まあ多少こう、くっついてるんですけど、ね、もっと力んだ、か強めの歌詞って人は、うんうんうん、ギュッてもっとやって、おー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 でも、もうなんかもうすごいギュッてやるんですよ。こう、内側にこう。なるほどね。あーわかりますわかります。で、声も気持ちちょっとギュッてやる。はぁーよりも、はぁーはぁーなるほどちょっともう最後、はぁーって最後なっちゃってもいいぐらいの感じ。多分ライブ来たことある人分かると思うんですけど。うわ、すげえ。テンション上がってる時の僕って絶対手がこうなってるんですよ。確かに。ちなみにこれはあの、やめとこうか。ちょっと虜出ちゃうんで。いや、もうそれでもうアウトなんですよ。もうアウト。バレるんですよね、それで。ここが真実だ。この、これ、これ、この知り合い。これが真実だキョウさんです。やっちゃった。そっか。そうなんですよ。なるほど。感じ、力んで出す。うん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 。はやっぱりその僕あるあるかもしれないですけど、なるほどハイトーンで高木いつもだったら出るとこもわざと最後あーってこうやるためにもなるほどやっぱすっきり歌うと最後エッジがかかってシャウトっぽくならないじゃないですか。はいはいはい。でもすごい汚い発声で落とすためにはいはいはいはーはーおー結構音源でもちょこちょこ使うんですよ、ね。迫力やべえ、これ。体のここの力を借りて、あの、ここがいい具合に変形してるような感じというか、そうですね、感じはしますね。まあなんか、うん、そもそもその、まあある程度歌える人ってピッチ感気にしなくても大丈夫なんで、はい。あとは、まあ僕だったらやっぱ感情を伝えるための手段として汚い歌い方をする。ってのがあるんで、うん、こういうわざと、やる力み方もあるよっていう。そういうことっすね。だから喉の操作って、もちろんあるけども、ここがもういいから、うん、他使って、ちょっと音色を変えて、そうですね。感情の出方を変えるということです。でも発声的にはなんか結構そうなんすわかりますポケモン。わかります。そうなんすそうなんすそうこっちの感じですね。それの感じです。もうそれはもう、はぁーみたいな。なるほど。そうかっこいいけど。そのそうなんすよ、かっこいいっす。なんか、あんまり綺麗に歌いすぎて、うんうんうん、まあ、じゃあ音源聞けば絶対そっちの方がいいし。すごいわ。かっこよさ求めるんだったらこっちの方が、確かに。なんかロックなんじゃないみたいな。ドライブ感出ますね。まあ、ライブ感が出る。まあ、カラオケでやると結構惹かれると思います。まあ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 。まあ、バンドだったらそれぐらいやっていいですよね。それぐらいやっても、様になると思います。なるほどです。まとめると、まあ、裏声の練習ですね。はい。裏声をしっかり出しましょう。で、まあ、地声とこう、行き来する練習をしてあげるような。はい、が1個。で、息の量を極力減らして。減らしてます。これ普段から意識したりとかすると。はい。良さそうなところでしたね。はい。で、3つ目、ここで結構ミオさんズポイントで、1に結構やっぱ王道で、結構基礎を固めるところがありつつ、はい、肩とか腕とかに力を入れて、ね、力を入れたりとかすることによって、いいなんだろう、汚さじゃないけど、うん。うん。いい雑味を加えるというか。それこそもう腹式じゃなくて、あの、もう肩で息吸うみたいな。進められてないじゃないですか。そうですね。でもやっぱ、俺お腹で吸って歌ってる人ってあんまかっこいいと思わないんで。肩で息して、かっこよくやってる方が、まあ、なるほど。っていうスタンスなんで。多分、1、2の基礎があって、3があると、かっこいいってことなんでしょうね。うん、いきなり3やると多分、1、2が絶対できなくなる。そうマジそうですよね。1、2があったら、この3が生きてくるっていうところで、うん、
なんか順番も含めてめちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。トレーナー的に、はい、クソ納得な内容です。マジ。これめっちゃ本当大事なお話なんで、はい、皆さんぜひ参考にして、ぜひ。配当を三つ星出したい方、今日の動画何回も見て勉強なさってみてください。ということで、はい、今日の動画良かったよという方は、ぜひ、グッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方、よろしくお願いします。はい、ナザレの情報概要欄に貼っておりますので、そちらもよろしくお願いしますと。はい。いうことで、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。酒とタバコは関係ないぞ。